Welcome to my channel. This is Sam and I'm playing Fate Online. So we were about to do another degradation in our home area. It is Asakusaka. Seems to have a task for you. Yoku kita na, Zashu. Look at the prize, man. Let's see what he has for us. Mono tarin na. Ikaga shita, waka danna? Mise saki no wabishisa ni atama o nayamasete ita no da. Doko zo no zashu domo ga nin o hatasanu yue na. Yomoya ore no mei o wasurete ita.などということはあるまいが、無論かようなことは。口を閉じよう。最後の慈悲だ。再び俺が命じる。我がバビロニアにさらなる輝きをもたらせ。よいな。待て、それで米対価はあるのだろうな。尋ねるまでもなかろうが、金でも銀でもたーんと弾んでやろうとも。額に汗する進化をねぎらうは王の務め。ただ働きなぞさせては貢献に関わるわ。はご厚情痛み入る。うんうん、ならば良いのだ。良い良い。では行けい、セイバーとそのマスターよ。Okay. こたびは香炉を持ってこい。我が店を飾るにふさわしい極上のものだ。香炉、香炉か。知っているのは名前だけか。香炉は香を炊くために用いる器だよ。して若旦那、その香炉は一体どこで？昨日この辺りの雑種が持っていた。随分と存在に扱っていたようだが、俺の目はごまかせぬ。あれは雑種が持つには分不相応な代物よと。まあそういうわけだ。かの香炉を探し出し俺の元へ持て。よいな。Entering Sanus. Let's just roam around a bit. I hope to encounter those horsemen so that I can fight. Just going around to see if there is something interesting or not. Even if we pack now, yes. I don't think we can heal.First time you get healed, rest of the times you won't be. Okay, man. I don't think the thing is up here. Just go and
あんたの腕、頼り。6,000。驚いたぜ。13 more. Get another skill jewel. じゃあまたな。確かにずっと持ち歩いていたが、さっき酔っ払ったところだ。ちょうど、一体誰に？川沿いの質屋さ。けどぶらついていて店にはいないと思うぞ。とんだ面倒に巻き込まれたな。若旦那め、自分で探せばよいものを。投げ出すわけにはいくまい。ま、何事もなく済めばいいが。Maybe that's the guy. 香炉を売りに来た男？ああ、いたな。その香炉を俺たちに譲ってほしい。実は少々手違いがあったのだ。はあ、手違いね。なら、このくらいで売ってやるぞ。 What? な、それはさすがに。払えないなら帰ってくれ。他にも欲しがる奴はきっといるしな。それか、こういうのはどうだ。近くの森に着いた浪人どもを乗してくれ。あいつらがいると商売上がったりなんだ。うまくいったら香炉を買い値で売ってやる。悪い取引じゃないだろう。背に腹は変えられん。待っていろ。俺はここで待っている。頼んだぞ。あのアキンド、よく口の回る。得済ませるぞ。ここはわしらの道だ。通りたければ払うものを払ってもらう。出たな。うむ、行くぞ。貴殿、浪人どもを懲らしめてきたというのに、まさか香炉を売らずに逃げる算段か？なわけないって。ちょうどあんたに渡そうと思っていたところだ。ほら受け取れ。世話になったからな。特別にタダで譲ってやるよ。That's more like it, bitch. それじゃあな、その香炉大切にしてくれよ。よしよし、手に入ったな。では若旦那の元へ戻るぞ。より、しかし手間を取らされたな。何か良いものをもらわねば気が済まぬ。待ってよ若旦那め。あんたの腕頼りにしてるぜ。
外せないものです。お見事。Fearless Warrior が defeat enemies 5000 enemies。Servants with servants, enemies with servants, Venus showdown. I've already won a showdown. Execute a repost, destroy a monster shell. Oh, so many things. じゃあまたな。待たせたな、若旦那よ。頼みの品、調達してきたぞ。若旦那、その木像、どこかで仕入れた品だろうか。いや、これはミオから雨の霊にと献じられたものだ。この俺に神仏の像とは、ミオめ、随分と肝が据わっているではないか。しかし、当世の者らはこのようなコッパに祈りを捧げるのか。つくづく人間というものは。だがまあそれはそれとして、この精緻な作りそのものであればなかなかどうして悪くない。当代の民の修練、侮るべからずというところか。今おかんが。宮本伊織よ、貴様はこういったものは持ち歩かんのか。ああ、俺は特段。そうなのか。君はよくこれに似たものを彫っているだろう。いや、あれは単に手すさびというか。ほう、貴様木彫りをたしなむというか。ならば宮本伊織よ、貴様に命じる。俺の像を掘れ。何故俺ごときにそのような。愚問だな。そこらの神仏より俺の方が掘りがいがあるからに決まっていよう。無二の美丈夫、英雄王たる俺を題材とできるのだ。ありがたく思え。君、斧が姿の飴細工を作っていただろう。あれで十分だろうに。はっ、俺は貴様らと違って多忙な身だ。あれこれ構わず作っていられるか。報酬はこれまでよりも弾んでやろう。貴様にしか務まらぬ仕事ゆえな。どうする？わかった。引き受けよう。それでよい。無事掘り上げた暁には客引き像として店先に置いてやるぞ。店先に置くのか。それは勘弁願いたいな。オッケー、まあ、木彫りの像か。そういえば師匠も手すさびに彫っていた。俺もたびたび真似てはみたが、師匠ほどの像は彫れずじまいだった。女の師匠も像を彫るのだろうか。いずれ。見直したぞ。Linden. Okay, now let's go to Inaba. Gomen yo. Mata kite okure yo. Gomen yo. Ima chotto okirashi tete ne.また来ておくれよ。
see, I have already bought things from art. Let's see what mounting I have. Good. This one's good. Situation, do you really wish to get to a Shiara? No, we are. Oh, we'll do this decoration next, but first we'll go to Shiara. That degradation is going to be hard one. さて、延々と追っていたら品川まで来てしまったわけだが、ここに逃げ込んだのか？わからん。だが、奴らは船員で、ここには港がある。東大の港か。どんな風なのかな？Okay, so this is a new place. Sakura. そうだな。桜の美しさは今も昔も変わらないのだな。You know, I was saying that a new place means new cats, new dogs.New skill points, new skill points. At least 800. Yes. Green.
you have different things when you roam around, like... 偉人さんがこの品川に、あたしゃおったまげたよ。I think I came from that village. We'll go on to this way next, because this is the only way we have to go. First time.風が吹いてるね。宿もたくさん。ああ、これが宿場町というやつか。品川宿という。セイバー、どこで聞いた？私とていつも驚くばかりではない。さあ、港に入るぞ。怖くないぞ。港の様子がいつもと違うだろう。偉人さん、
御殿山の桜を一目見ようと来たってのに、これじゃあな。渡れないのかい。困ったね。寄るな寄るな。足が治るまでは通るべからず。I think this is the intention. Someone broke this bridge. Neko, 私、異国の姫様みたいな人を見たわ。なんだか不思議な格好をしててね。I think Aria is following us.手形がいるのか。少しばかり港を見たいだけなんだが。すまねえな、先日からこの通り厳しくなっちまった。町に偉人が出入りするってんで騒ぎがねえようにってお上からのお達しだ。偉人、よりこれは。しかし手形がいるな。どこで発行している？それは品川港の名主様よ。アキンドたちのまとめ役も務めてくださってる。気難しいところのあるお方だからちっとばかし面倒かもしれねえが。港の名主か。ひとまず訪ねてみよう。いらっしゃいませ。用立ててくれまいか。単刀直入とはこのことか。威勢が良いな。悪いやつではなさそうだが、はいどうぞとはいかん。宇治素性が知れんしな。身元の確かな人物からの証をよこすがいい。と常であれば言うところだが、要はわしが信ずるに足る相手であるか否かだ。話のわかる御人のようだ。港の名主だからな。海も人も様々な手立てで相手となれば。さてお主たちについてはそうだな、わしの無理難題を聞いてくれたら手形を渡す。それでどうだ。無理難題と言ってのけたか。いいだろう、受けて立つぞ。そう来なくては。では
御殿山で山菜を取ってきてもらいたい。これらを今日中にな。そのあたりのものではいかんぞ。大名御用達の御殿山の山菜だ。あれ、確か橋が壊れてて御殿山には。これこれ、余計なことは言うものではない。己の知恵と力で乗り越えてもらわねば。随分と水郷な名主のようだ。ああそうだ、付け加えておくと、近頃御殿山にはもののけが出るという噂がある。そのせいで山に入ろうという者も少ないのだ。ほうほう、それはむしろおあつらえ向きだな。これで港に九段の偉人たちがいなければ、とんだ骨折り損のくたびれ儲けだな。もごもご言っている、セイバー。ダメならダメで、まあいいか。よし、ここを渡るぞ、より。ここを飛び越えるつもりか。跳躍せよ、私に任せておけ。私の特大バビューは。次はもう少し丁寧に頼む。 What the hell was that?
いつでもよいぞ、よりの名主、俺たちに怪異退治をさせるつもりか？Think I have to go up. But I will still check this. Nothing here. あったあった。この調子で集めよう。We got the Angelica shoot. より、奴は大技を放つぞ。身が逆動。押し切る。いつでもよい。呼べ。火は熟した。いつでもよいぞ。力を借りる。出番だな。Rocking is not これも技の影響か。
手応えがなさすぎて空いていたところだ。ちょうどよかったぞ。まだ揃っていないのか？もう少し先も探そう。Go past this. There's nothing else here, so we go down through that door. これでいいだろう。よし、戻るぞ。カヤもこうして野山に分け入ってお身をつけの具を集めているのか。日々のロークが忍ばれる。もっと感謝の思いを伝えねばだ。いや、カヤは青物屋で買っている。だが、ありがたいのは確かだな。あれはヨリ。この辺りも随分と賑わっているのだな。許されるならば存分に遊んで行きたいものだが。すまんが、そんな金もいとまもない。ほら、行くぞ。What is this guy? Okay, I have to go back. Then take a right turn.I saw it on the map. That was a walk from yesterday. If it is, then. Yep. Holy shit. Again, this Kagemaru bike.Following us, or he's just there at that time. I think he jumped from here.来たのか。なんだ、異性と同じで諦めも良かったか。諦める？何のことだ。何？それは無論御殿山で集めてきたものだ。いや、そうは言っても渡った。山は登った。これはたまげた。まことにひょうたんからコマを出してみせるか。Just give us the permit, old guy.
無理難題に答えただけのこと、たまげることもなし。そうだ、無理難題なのだよ。これは真面目に答えようというのが大間違い。江戸の商いは口八丁手八丁、この場合どこかで仕入れてはいどうぞとすればよいのだ。しかしそれをまさかこのように。わしの負けだ。手形を持っていくがよい。まったく、この前の娘っ子といい、器の底が知れぬものは続けて現れよる。うん、それは誰の話。より、手形を手に入れたぞ。今すぐ港に行くぞ。ああ、I think it's Arya, but I don't know. Maybe that's another girl. Who I missed? Hey, hey, what's the matter?通りたきゃ。どうだ、手形だぞ。おいおい、どうやって手に入れたんだ。気になって仕方がねえが、これも仕事だ。手形があんなら通ってよし。よし、行くぞ、より。ああ、行こう。だが、あまりはしゃぐな。石段はなぜ海に続いているのだ。まさか海の下に何、ん、あの小さな塔は何だ。海を見張るにしては人が立てぬわ。あれは雁木で、あちらは確か常夜塔といったか。あの者たちは何をやっているのだ。船の底を焼いて、あれでは穴が開いてしまうぞ。炙っているだけだ。船底についた藻や貝などをああやって落とさねば、腐って船の寿命がつきやすくなると聞いた。東大の船は変わっているな。そうか。より、あちらに巨大な船が。いや、あれは船なのか。なんだ今度は。That definitely is looks like it. あれはまさか南蛮船。しかも砲を積んだ武装船だ。江戸城にこれほど近い港に入るのを許すとは。これはどういうことだ。あら、そこの侍たち、ガレ温泉を見るのは初めてかしら。Another master servant duo? あの船の主人よ。オランダの商人といったところね。Poland? 本当はこんな場所に船を止めてはいけないんだけれど、幕府から特別に許しをいただいているのよ。とっておきの商売のためにね。ガレオン、オランダ、ふむふむ。あら、本当に珍しかったのね。いいわ、工学のため存分に観察しておきなさい。ぶしつけにすまない。これは船どころか港を見るのも初めてで、見るもの全て珍しいようだ。ずっと山奥にいたそうでね。なんだその物言い。わ、私は。いいから、存分にと言っていただけたろう。好意に甘えてこい。ぼう。貴殿、異国の者と見たが。
随分と日の元のことの葉を流暢に話すものだ。ローマではローマ人のように振る舞え。ジパングの言葉では合に入っては合に従えよね。異国で商売をする以上、言語くらいはある程度習得しなくちゃいけないわ。敵を知り己を知ればか。海を渡る商家らしい見上げた心意気だ。孫子ね。そちらもさすがは侍といったところかしら。孫子を知るとは驚きだ。知は力なりでしょ。ひとたび貴族に生まれた以上当然。知恵のベバル姫、そろそろ商談の頃合いだが。あら、もう？残念。ごめんなさい、そういうことらしいわ。ところであなた、私はプリンセスではないと言っているでしょ。レディーと呼びなさい、レディーと。申し訳ない、異国の事情には疎いゆえ。言い訳はいいの。ほら、練習して。はい、レディーね。レディー様。様は不要よ。レディーにはすでに敬意が含まれているの。ほう。商談の頃合いなのでは。あら、いけない。ではごきげんよう。そちらの方はすっかり船に夢中みたいだけれど。おお、そろそろ行くぞ。まだ見ていたいぞ。商談の邪魔になってしまう。今日はここまでだ。それではレディ、これにて失礼する。ええ、縁があればまた会いましょう。If this was a master servant more than Saber would have intercepted this duo, right? Or they are wearing some kind of cloaking dresses? I don't know. あのセイバー陣営、マスターもサーバントも随分と腕が立ちます。異国人ってだけで警戒されました。お嬢の情報が多少なりと出回ってるのかと。肝心の吉原には近づけずじまいで。そう。あなたにはどう見えたのかしら、アサシン。目障り極まりない。そして惜しいな、同情すら抱く。どうあれ、退場してもらう必要がありそうね。次に私たちのテリトリーへ足を踏み入れた時は、あの綺麗なセイバーの最後よ。さすがに時がかかりすぎた。一旦帰ろう。いらっしゃいませ。うまい、もう一つだ。またのお越しをお待ちしてます。よし。ほら、怖くないぞ。
なでかい船見たことねえ。That thing will remain a mystery with them. Unless we fight with this guys, we'll never know. Okay, then let's go back. また来ておくれよ。屋敷か。イオリの住まいとは随分違う。あれは大名も泊まる大旅籠だぞ。長屋と比べるな。旅籠は確か宿だったか。どれほど稼げばあれに泊まれる？そうだな、二月三月の稼ぎをつぎ込んでどうにか一人が一泊。ではやめておこう。そんなに稼いで一晩のみでは割に合わぬ。There's a digression in this place. We'll do this. We'll start from this digression in the next video. For now, we'll just go to home.What is your situation? We do not expect. So this.
イオリオ、深刻はぐれのランサーと何やら話しとったな。しかもまあ随分と楽しげな様子じゃったな。ああ、あのランサー、イオリオ随分気に入っていたからな。そうか？そうだと思う。出なければ再戦を望みはしないだろう。よもや忘れてはいまいな。忘れるものか。それより伝えておこう。再戦を果たすまでの間だが、ランサーが俺たちに力を貸してくれるそうだ。なんと、奴とそのようなちぎりまで交わしたか。つかの間で随分と親睦を深めたものだ。良きかな、良きかな。正しき契約を結んだわけではないぞ。そうだろ。ああ、そうだな。利害の一致ゆえの力添え程度だ。力添え程度では心もとないな。もうちっと強い約定にしておきたいの。そんなもの、ランサー本人に尋ねるほかないだろう。ふふ、よすがを結んだからにはやりようもある。まあ、まずはこれを見よ。 So bye guys. Have a good day.ひとまずはこれでよいじゃろう。わずかではあるが、ヨスガと約定は強くなった。そう、勝手にランサーの何かをいじったようで、いささか気が乗らないが。ん？あいや、先方には伝わっておるぞ。不本意であれば弾かれておるわ。ではランサーは約定を飲んだのか？うん、じゃあある程度までは手伝ってやるよっとな。どうじゃ。そうだったか。いやいや、まあ似たようなことがあれば同じようにやってみるがいい。せいぜいよすがを大切にすることだ。ああ、そうしよう。それで成果はあったか？南方を探ると言っていたが、